ベネトン B201 は、ベネトンフォーミュラが2001年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラカー。マイクガスコイン、ティム・デンシャム、ベンヤー・ガサンジェローによって設計された。前年のシーズン序盤にルノーへのチーム売却が発表されており、ベネトンとしては最後の F1 シーズンとなった。また、2001年シーズンは、翌年のルノー完全復帰に向けた。 準備期間といった意味合いもあり、B201 には新設計のワークスエンジンを搭載してシーズンを戦うこととなった。ドライバーはチーム在籍4年目となるジャンカルロフィジケラとデビュー2年目21歳のジェンソン・バトンの組み合わせ。ルノーが新たに投入した111度の広角バンクエンジンは非常に斬新なものであったが、結局、 このエンジンの深刻なパワー不足と振動、熱対策の遅れによる信頼性不足がネックとなり、当初の期待とはほど遠いシーズンとなってしまった。シーズン後半にかけて、マシンのパフォーマンスには大きな改善が見られたが、それでも表彰台はベルディ GP でフィジケラが獲得した3位の一度限り、前年、ウィリアムズで大活躍したバトンも5位、入賞1回にどまり、 ベネトンは F1 最後のシーズンをチーム創設史上最低となるコンストラクターズランキング7位で終えることになった。シーズン終了後、チームはルノーに売却されて、名実ともにルノー F1 チームとなり、1985年にトールマンを買収して誕生したベネトンチームはその16年の歴史に幕を下ろすこととなった。ありがとうございます。